こんばんは。23昼くらい投資しようと。お、ありがとうございます。こんばんは。ちょっと前髪がね、長くなってきてしまったと感じておりるんですけど、すごく眠いです、今。なので、ちょっと今日早めに終わろう。早めに終わろう。早めに終わってみんなも寝るんや、早く。こんにちは。こんばんは。そっちも今日ショールーム早く終わらせるから、みんなも早く寝て。ってことだよね。カラコン見に来たって。お、こんな感じ。こんな感じ。でわかんない。わかる。なんか目違うの。目違うの分かった。明日は違うのつけた。ああ。めっちゃ見やすいわ。さすがに。度数違うと。惜しい。眠い。あ、なんか 街灯の下にいる人みたいな。ここが室なのかな。度数上げたって、度数は、いつも使ってる度数。最近が一番低いかった。23日夜当たってた。最高や。最高。大雨。やばかった、なんか、びしゃびしゃになっちゃったよ、夜。帰り。おばあ、来週は3日連続公演。あ、そうだよ。やったん。9月全然出られなかったからね。昨日が初めて、9月初めての公演だった。え、劇場のひな屋さんみたい。待ってる。待ってる。眠いよ。今日絶対早く終わらせる。絶対。もう絶対秒で終わらせる。で、お風呂入って、寝るんや。必ずな。うわ。 爆音あくび。
お疲れじゃん。ね、お疲れじゃん。つらいな。昨日の疲れがまだ残っている。明日なんかあったけど。ああ、明日もなんかある。何かがある人生。常に何かがある人生。しばらく雨、最悪か。最悪か。お、マリトッツォありがとうございます。なんかマリトッツォフェスティバルなのかな。なんか今背景がさ、すごい、なんか可愛いんだけどさ。だいぶ前から。マリトッツォフェスティバルっていう名前です。絶対外れてるけど。スイーツフェスティバル的な。定期的な何か。おお、こんばんは。定期的なね、何かだよね。こんばんは。でもうちマリトッツォ食べたことないんだよね。うん。食べたことない。みんなはマリトッツォ食べたことある？で、マリトッツォの中に、いちごが入ってるやつとかは見たことある。マリトッツォ流行っても食べなかったな。こんばんは。マリトッツォね。想定内すぎる味。ああ。知ってますね、みたいな。うん、こんばんは。ない。おー。マリトッツォくんねー。こんばんは、皆さん。元気ですか？眠い、めちゃくちゃ今。今寝ちゃうかもしれないんですけど、頑張って今、眼球をかっぴらいてます。まぶたを、ふって、まぶたに今力を入れて、目を開いてるんですけど、多分力をなくしちゃうと、目が開かない。かわいい、ありがとうございます。何分頃？あと5分ぐらい。 すごい早いじゃん。すごい早い。秒 秒で草。眠いの？眠いの、今みっちゃん。21歳、眠いです。想像より早くて。 それな。眠い。お、かわいい、ありがとうございます。いつも遅くまで配信ありがとうね。 ありがとうね、見に来てくれてね、本当に。もう21歳、眠いです、今めちゃくちゃ。頑張って、頑張る。
頑張るくんです。でこの後お風呂入って寝なくちゃいけない。昨日さ、配信終わってさあちょっと携帯見るかーっつって寝っ転がったわけ。 YouTube 見ようっつって。そう、旅系の YouTube おもろいなーって思いながら見てたら寝てて。そう、寝てて今なんじゃーっつって見たら7時半。お風呂入らなきゃっつって今日も、今日はもう配信終わったらすぐに駆け出していく。姉貴、昨日の昼公演最高でした。おお、ありがとうございます。ジャイアンおった今。ジャイアン。やっぱカラコンかわいい、これ。え、マジでピンクすぎて、え、大丈夫かなって思ったんだけど、つけたらめっちゃ可愛かった。え、アゲン。アゲン。カラコン、え、そう。昨日届いたカラコン。高画質。昨日の水色ピンクみたい。あ、昨日の水色ピンクじゃなくて、なんか、真っピンクみたい。え、なんかあんまりわからん。目って感じ。アミちゃん、チャイナドレス着て、なんで？ ダメ！ かわいすぎてダメ。超目って感じ。今日かわいい。そうだよね。今日メイクしてるもん。わあ、すごい。顔の産毛まで 食べて、ああ、ありがとうございます。ありが食べて。かわいいの来た。え、なんか顔にそんな産毛生えてたんだ、うち。写真見て気づく。なんか今日は湿気でほらまつげが落ちてきちゃってるから、またこれつけた時に撮ろうと。産毛。お、1134日、ありがとうございます。すごい眼球って感じ、怖っ。閲覧注意。おはひな。うちの眼球。やば、うちの眼球すご。でかくなっちゃった でっかくなっちゃった でかすぎ。白目綺麗。結構バキバキですけど 結構目バキバキですけど、ありがとうございます。
もうちょっとさ近くで見たら、あの、あ、目が血走ってるって血走ってるなってなるよ。僕隊も坂狩りも行くで最高か。いつ、最高か。いや、うちいるんでね、絶対いるんで、次こそは水木、最高か、最高か。うん、楽しみ、公演よろしくお願いします。眠いです、もう今やばい。20分になったら終わりにする。おお、15分から伸びましたね。もうめっちゃ眠いね、今めっちゃ世界で一番眠い、人生一眠い眠いに人生規模の差はあるのかっていう話なんですけど、今人生一眠いかも。どうしたん、わかんない、雨が降ってるからかもしれないですね。今人生一眠い。めちゃくちゃ美味しかったっていう話ですね。牛タンのハンバーグ食べた。牛タンハンバーグ食べ比べ牛タン仙台に行きたい、そしてずんだシェイクを飲みたいね。めっちゃ美味しかった、また食べたいぐらい美味しい。お、ぶどうありがとうございます。ということで、牛タンのハンバーグは美味しかったということでしたね。ありがとうございます。早く東京駅に行ってずんだシェイクを東京でも飲めるんだっていう確認をしてこようと思います。ではありがとうございました。13位、カズさんありがとうございます。12位クジラチラポエさんありがとうございます。11位ナシさんありがとうございます。10位キツさんありがとうございます。9位シオヒナナカミヨシありがとうございます。8位マナザウルスさんありがとうございます。7位ハルトさんありがとうございます。6位12345さんありがとうございます。5位上田さんありがとうございます。4位ヨンダトチラさんありがとうございます。3位ノマドケダシアトカタンさんありがとうございます。2位七一吉美穂太郎さんありがとうございます。1位文治屋とチームチラありがとうございます。え、待って、渋谷でってんの、今日渋谷行ったんだけどえ、あったん、え、気まずえ、またの機会にまたの機会にどうぞ。ありがとうございました。こんばんは、ありがとうございます。嘘やん。で、ありがとうございましたまた明日ね。明日は頑張りますちょ、今日は、今日は寝ます。さよなら、バイバイ、おやすみかん。